2年前の2021年、初心者が日本一来やすいジムを建てることを決意して、理想の体はみんな違うをコンセプトに準備を進めてきました。2021年は僕にとって本当にすごい早い年で、初めて日本大会出場を目指して大会に出たり、ジムのクラウドファンディングっていうのを人生で初めて行って、その準備をしながらジムの内装を考えたり、場所を決めたり、いろんなところを車で回って、建物も空いてないのに地元の調査やっつって車でね、回って場所を決めたりしました。もともとカメラマンとして手伝ってくれてた直哉さんが一緒にマシンを見に行ってくれたりして、大阪までね、一緒に休日を使って見に行ったり、横浜のショールームに見に行ったりして、ああじゃないこうじゃないって言いながらマシンも決めました。そして今マシンはデルタフィットネスさんっていうマシンも入れて、そんな中でブーちゃんに出会ったのもこの年でした。ブーちゃんは大会に一切出たことがなくて、サマースタイルアワードに出るっていうところをね、僕がじゃあぜひ初めての挑戦を応援させてくれっつって大会を見に行って、そしたらその大会で優勝して、なんとプロになって、日本大会ではねもう3位まで上がるっていう、本当にすごい人出会ったなっていう、そんな年でした。まあ、直哉さんとブーちゃんと出会ってから、僕は一人でフィットネスを広めようと思って YouTube でね、一人でこうやってカメラで向かって話してたところが、みんなでフィットネスを広げたいっていう思いにね、どん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 変わっていきました。この年は自分自身も会社の方もすごい忙しくて、会社員としてね、自分の会社に向かう途中の通勤時間で資格の勉強とか有酸素の時間も資格の勉強に当てて、僕もジムを建てるならトレーナーの勉強しないとダメだと思ってトレーナーの資格も取りました。そんな中で自分の活動も考えて今のお家に引っ越してきました。そんな中で迎えたベストボディジャパンは予選敗退。悔しくて支えてくれたメンバーに少しでも恩返しをしたくて、でも負けてしまって誰にもその姿を見られたくなくて、それでも視聴者さんに伝える義務があると考えて、頭が全然回らない中で必死にカメラを回したのは本当に昨日のように覚えています。大会直後には準備をしていたクラウドファンディングを公開して、なんともう想定してた2倍以上の金額が支援金として集まり、メンバー全員でそのクラウドファンディングのリターンの準備を行いました。もう本当に朝から夜遅くまで集まってくれて、そして一緒にリターンの準備を行ったのはすごい楽しかったです。このクラウドファンディングは総勢1104名の方が支援をしてくださって、今の横浜知って店にジムが出来上がりましたが、なんと僕の誕生日も11月の4日ということで、なんかちょっと運命を感じてます。ジムを営業してから数ヶ月経って2022年の前半、すでにもう新規の募集ができなくなって、募集を一旦ストップして、本当にジムに通いたいっていう方がいる中でストップしていたところを、僕がすごい心苦しくて、よしこれはもうトレーナーを募集しようって言って、トレーナーを募集した年が2022年です。そのトレーナーの募集では100人以上を超えるトレーナーの応募が来て、感動したのを今でも覚えてます。全ての応募を丁寧に読んで面接をして、最終的にコウキさんとレイナさんがトレーナーとして活動することが決まりました。全員が増量減量を経験して、どんな人でも対応できるように、お客様と一緒に頑張れるようにボディメイクを常に行って、たくさんのお客様がそれについてきてくれました。2023年に入り、僕自身もこの年にはフィジークに挑戦することを公開し、たくさんの応援の言葉とたくさんの無理だというお言葉をいただきました。でも諦めずにただひたすらに目標を目指し、オールジャパンという全国の舞台に向かって走り続けました。たくさんの応援が力となって、初の大会ではフィジークで3位という結果を得ることができて、なんとかオールジャパンの出場権を得ることもできました。全てのチャレンジを公開するプレッシャーと、それを達成する難しさを痛感した年でもあります。 YouTube にこのようなチャレンジを公開することは、僕が想像していたプレッシャーのはるか上を言っていました。しかしながらシェイプメンバーの一致団結により、全員が大会で賞を取ることができ、2023年に入って現在では月300本以上のセッションが毎月のように行われていて、毎月会員さんと交流もできて、僕は本当に本当に嬉しい限りです。ただ現状として、このジムは当然横浜にしかないということ、そしてその横浜の付近のお客様しか来ることができないということ、あの空間を感じることができないということに、僕自身わだかまりを感じていました。僕の視聴者さんからも、大阪にジムを作ってほしいとか、横浜以外にもジムを作ってほしいなどのたくさんのお声をいただきました。僕自身最初は1店舗だけ経営をすること、これが理想だと思っていました。これはいろんな動画でも言っています。
ただ横浜から近くない視聴者さんからお声をいただくことで他の地域でも店舗を出してみたいという気持ちが強くなっていきました。僕は今8月の大会開催についても準備を進めています。そしてその大会も東京で行われます。でも東京に来れない人がいるっていうのは現実問題あります。そして僕は決意をしました。西の都市大阪、そして福岡にもジムを作ろうと思いました。西の都市大阪、そして福岡にまずジムを作りたい、そしてそのジムを一緒に作ってくれる人を探したいと思いました。まずは大阪福岡にいる僕の視聴者さんにジムに来てもらいたい。理想の体はみんな違うというコンセプトを持った初心者が日本一来やすいジムの空間を味わってほしい。東京近郊以外での活動の第一歩としてこの目標を確実に達成したい。そしてこの動画ではこのジムの立ち上げに携わってくれる人を募集します。そのジムをずっと続けられるように、そして一緒に協力してくれる人が不安を感じないように PL も準備しました。立ち上げから1年半で黒字にする計算でジムを一緒に盛り上げて、そして東京から離れた人たちにもこのシェイプの思いを感じてもらうことを確実に実現します。そして今年中には正確な情報を発信できるように準備を進めていく予定です。5年前に筋トレに出会い、一人で何もわからない中で筋トレを始めて、たくさんの人に出会い、たくさんの人に支えられて僕のジムが拡大するところまで来ました。この次のステージに協力してくださる方は詳細が概要欄にありますので、ぜひそちらを見ていただけると嬉しいです。そしてその展開したジムに少しでも興味のある僕の視聴者さんはぜひそのジムに遊びに来てください。そしてそのジムであなたの理想の体を実現するお手伝いを僕たちにさせてください。これから日本一初心者が来やすいジムを作るっていうのがやっぱり僕の今年の目標なんだなと思い、ここからはこちらに完全に注力したいなって思ってます。日本一って言って大会で笑われることもありました。だけど日本一っていうのは目指さないと絶対に掴むことができないから、僕は日本一って言い続けます。どんなにバカにされて、どんなに日本一が遠いものだって言われても、日本一って言わなきゃ日本一にはなれないと思ってます。僕は言霊を信じてます。だからこそ日本一初心者が来やすいジムを作る。